となると今度磁石、待って。いやー、3個4個どんどん増やせると思うんだけど、君になんかやってもらおうか。磁石を作ってもらうのとバッテリーを作ってもらうのを両方任せる感じがいいか。磁石だな。磁石と君だ。磁石50個揃ったらこっち作る感じになる。これやっぱ倉庫の配置が悪いね。まあ今はしょうがない。ガチ初プレイなので、もう手探りにも程があるわ。エネルギー比較。30少なかったら飯。飯を拾って食べる。食べてアイドル状態。で、多かったらまずカウント比較から。まずカウントから。作ってもらいたいのは磁石。50とかはいらないのか、20とかにしとく？磁石が20個より少なかったら磁石を作ってほしい。だから磁石はインゴットと鉄。インゴットと鉄。ので、まずインゴット。なくなると困る。いや、大丈夫か。探して取得でいいんだな。少なかったら、まず磁石を作るので、インゴット拾い、鉄鉱石を拾い、鉄鉱石で結合。で、磁石になるので、倉庫に落として終了。同じ場合でもそう。多かったら、この充電というかその発電された板を、なんつうのこれ、充電された鋼の板ができてるんで今これね。それもでも厄介か。磁石が20個以上になったら、まずここに物があるかどうかで、あったら取得、あったら取得なので、これでいいんだっけ？あったら取得。これね。あったら取得。なかったら、アイドル状態。こういう感じ。あったらこれをゲットした後、磁石。磁石で結合。で、これでこの、充電された板ができる。で、これをしまう。倉庫。で、終了。って感じかな？だんだん伸びてきたね。プログラム、命令が。スタート。こいつね。今、磁石作ってる。鉄板の方が足んなくなるだろうね。だからね。だからロボット持ってないとダメだ、やっぱ。やっと火がちょっと溜まってきた。水も増えていってんだよね。これと水でバッテリーだよね、もう。飯、いらなくなるかもしれない。どうなってく？でもバッテリー100ぐらい回復するっぽいんだけどさ。あ、あれで見れんのか。やっぱ100だ。バッテリー100回復するんだけど、ちょっともったいなくない？なんかロボットっぽいのもいるね、ここに。空飛べたりすんのかな？クラフト見て50。40、なんか、そうですか。バッテリーを食わせるのもったいねえよな。で、バッテリーが、そうね、水とこれだよね。水と、これ。
全然できねえな。磁石作ってるやつが、こっち行くんだよ、次。磁石20個になったら、この、充電板を作り始めます。鉄が減っちゃったね、47。おっせえよな、一人でやってるもんな。火だな、やっぱな。火が、本当に、その、みんなが取りやすい場所にないと、あとヒーターか。こっちヒーターに任せれば。焚き火に使うのがもったいないのか、やっぱ。ヒーターってどうやって使うの？どうやって作るの？ヒーターさ。作れるわ。全然作れるわ。とりあえず道はできるんだ、これ。なるほどって感じだけど、道ができる。ここで溶けてないと無理。今これってここが多分溶けないと思うんだけど、このヒーターだとこっちならいける。ヒーター2個？難しいね。火を焚き火じゃなくてこっちの製造に回せれば。よし、ヒーターにしよう。ヒーターだったら多分、一人でいける。あ、でもヒーターって、直線的だね、なんか。結構。あ、むずい、これ。1マスしか通んないから、道を広げてなんかするにはいいけど、こっちはいいや。あ、ちょっと、わかんない。どういう感じなのかわかんないから、一回使ってみよう、やっぱり。うわ、どうするって言うんだ、俺。いや、わかんない、これ。バッテリーちょっと増えてきた。やめるんだったら、焚き火をやめたい。ちょっとよく見てみよう。焚き火は2マス、行くのよ。2マス行くんだけど、ヒーターは1マスしか行かない。一マスだけ十字型に長い。うわ、マジか、これ。ちょっと待って。なんかを取りに行くには最高に便利っぽいんだけど、炉とかあるよ。炉を取ってみよう。なんかちょっとわかんないけど。バッテリーをそれに入れる。やっぱ変な開き方するよね。木材。炉。木材何すんだろう。これ何？炉が。え、これ何？これに、ちょっと待って。これがあれば鉄鉱石作れるっていう？え、そもそも焚き火に入れるとさ、鉄が作れるとかあんの？鉄鉱、火、火。え、ちょ待って。これをさ、あ、ダメだわ。あ、これ何のために？え、炉って普通に
焚き火の代わり？どういう扱い？わかんない。ろ、ろ。ろが、本当にろとして使えるのかがわかんないね。ローター。とりあえずこれやるか。手動で。あと一個。食われた。来た。これ何？あ、炉だ。炉があって。炉は丸太じゃないとダメっぽいんだけど、スペースを空けてください。なんかやってる？お、丸太入れろだって。待って、炉はやっぱりシンプルに焚き火っぽいね。なんか不思議な。で、赤いところは人が入れないっていう感じ。人というか、そのロボット入れないって感じ。暑すぎて。ぽくない？なんか。極寒って書いてある。なんでそこ光ってんだ？種がある。え、丸太に水で種？ちょっと待って、待って。種になった。種。水入れんのこれ。入れた。成長中。いろいろあります。丸太を入れろって書いてある。倉庫しまっとくか。丸太を。バッテリーが5個。水作ってるやつにバッテリー作ってもらおうか。お、どうなんだこれ。水。丸太に水で、あれ、使い切っちゃうとアウトなやつ。あ、これ何？もしかして炉でやると溶けるとかある？これ。ちょっと丸太一個入れてみようか。あ、溶けた。あまりに寒いところはそれじゃないとダメっていう感じ。これなんだ。消えちゃって一瞬で。胞子。キノコだ。成長するのはここだけ。なんか地面のあれがあるんだ。地面の指定がある。ちょっとわからん。しまっとくか。で、今手空いてんだけど、え、なくなっちゃうとか資源が。そもそもちょっと待って。ロー、あ、まだ凍ってる。よく凍るな、お前。ちょっとそれも実験してみよう。ローの赤いところが、熱すぎるから氷が、なくなる可能性ある。溶けねえな、俺。ちょっと試してみたい。5本しかできない。
あ、また入れればいいの？ほう。これ水ってなんかできるのかな？カウントできる。わかんねえな。水がなくなったら水を入れろみたいな。自動はどうするんだろうね。ちょっと待ちます。わかんないんで。で、溶けちゃうかどうかちょっと一回見てみよう、それ。溶けちゃいそうな気がするんだけど、ここに丸太入れると。これね、ここがなくなる気がする。大丈夫だわ。普通に大丈夫だわ。炉はやっぱりでかい、あれ代わりだ。ようやく来たって感じ。バッテリーのやつは使いづらい。一直線なので。でも丸太ってそんな、足ります？火ではダメ？火ではダメだ。火は焚き火だけだ。ヒーターはバッテリー。ヒーターが意外と微妙な気がする。熱いになってんだよな、これ。ヒーターの周りでやるのがいいのかな、これ。成長とかなんか書いてある？わかんねえか。よっしゃ、また、ちょっと納品し、待って。スペースを空けてくださいなんだ、ずっと。これどういうことなんだろう。あ、納品丸太なんだ。いや、丸太もバンバン作るわ。あ、つか、あれは？スキルアップ3ポイントあった。やってなかった。機能、関数、プリファブプログラムビットの作成、わからん。やばいな。はい。変数。やべ、わからん。はい。って、わかんないけど撮ってる。スマート検索。どこでもアイテムを検索するためのノード。はい。わからんが。なんか増えた？なんか増えたんだろうな、おそらく。ポイントに行く。探して取得。取得、落とす、結合を食べる、エネルギーチェック。比較。よくわからん。そのうち分かってくるよ。アイドル状態。倉庫に落とす。取得と落とす、交換。交換が？両手に持ってるオブジェクトを交換？ほう。あ、交換とかうまく使うと、移動時間とかを抑えられるんじゃないの？収穫して収穫。とりあえず収穫。あ、なんかアイコン増えたんだけど。わかんない。あ、そんなの選べるの。あ、最初からこれがあればめっちゃ楽だったら。あ、なんか増えてる。やべえ、わかんねえ。これはソースから？地面から、あ、これ消せるのか。これがオンか。探し拾うのが丸った。で、倉庫にしまう。スタート。そう回るのか。斜めに入れられないみたいだね。倉庫の置き方も結構工夫しないとエネルギーの無駄になっちゃうね、おそらく。なくなったらどうするんだろう、これ。水を入れてほしいんだけどな。
水を入れる場合どうするんだろう。木がない場合？木がない場合でいい？ちょっとやってみる？こいつだよね。まず、エネルギーチェックをしよう。比較じゃねえわ、エネルギー。少ない場合は飯ね、いつものやつ。バッテリーは食べてもらう方がいいのか、だから。いや、でも上限なんか無駄だよな、あれな。100、上限100しかないのにバッテリー食べて100って絶対もったいないよね。倉庫から。これちょっとね、選択肢が増えたから、コピペがサクッとできないとちょっとやりにくいね、かなり。食べる。え、下から出すの何これ。これ何だろう。なんか増えてる。ちょっとわかんねえ。食べる。で、アイドル状態。まあ、これはいい。下が、まずカウント？カウント比較。水、探してひろ、水が多かったら。丸の入り口なんだろうね。ちょっとわかんないわ、マジで。比較カウント。そこの、種じゃないんだよ。水。これどうするんだ？水はわかんないね、これ。カウント取得。種じゃないんだよな。比較カウント。いや、種じゃないんだよね、これ。種になっちゃうから、水を入れたい。設定のあれがわからんわ。よし、わからないで、これはもうね、後回しにします。ひたすら、あれを拾ってくれ。それな、なんか赤青くなってない、これ。今赤は光ってたんだけど、なんだろう。ないのか。まあ、君は、これいらないってことだ。ただただ丸太集めてくれ。よろしく。水は俺が手動で入れるよ、当分。いや、もう、なんか始めて、そんな経ってないのに、正直、頭が 混乱してます。あ、ここにあった石なくなったね。やばい。こっちの石取れるようにしておかないと、危険なことになるね、これ。丸太をだから大量に作らんといかんのだけど、ロボットもらってる。なんだ？画面のハイライトに従って最初の機能を作成してください。あ、急に出てきたの。なんだ？ファンクション。クラフトメイトに手に持っているオブジェクトを組み合わせてみるよう指示する。新しいオブジェクトが生まれるかもしれない。なんだ？ユーザーファンクション。エディット。メイン。何？
クラフトメイトに指定されたタイプの最も近い要素を見つけて拾いを指示する。どういうこと？あ、それ探して取得。ん？で、どういうこと？取得。わからん。画面のハイライトに従って。ずっとこう光ってんだけど。なんか違う気がする。いや、わかんないよ。ユーザーファンクション。あー、そういうことか。いつも使ってるやつをここに入れられるってことだ。あー、わかったわかった。だから、飯食いに行くとかの、あれを、ブループリント的なやつが指定できるってことだ。多分。ああ、多分そうだよね。だから、ユーザーファンクション、なんか、これ？こっちか。中に入れるんだ。インプット1、はいはいはい。だから、いつもやってんのはここに、エディット、ちょ待って、わからんじゃん。待って。最初の画面に戻りたい。ファンクションの1を押すと中に入れるんだよね。で、今、ユーザーファンクション1のエディットを押すと、ちょっとわかんないわ。インプット1、アウトプット、これ中じゃないの？ユーザーファンクション1の中の中にこれが入っちゃってない？これ今ちょっとおかしくない？今の、まあ、何でもいいんで、っていうのが今1に設定されたってことなんじゃないの？エディットその中入る。そういうことだよね。やっと分かったわよ。いつも使ってる、あれがこれだけで済む。だから1は、これが中、ああ、そういうことか。ちょっと待ってね。これ消しちゃまずくない？一回消します。名前どう変えるんだろう。ちゃう。ユーザーファンクション2の中をいじるのがこのボタンだよね。だこの中にいつもやってるエネルギーを比較30。そのまま多かったら出て、その後にアイドル状態にすればいいのか。多かったら、これを探す。食べる。なんかこのハイライトちょっとあれだけど、多分これいいんだよね。やっちゃっていいんだよね、こういうことを。もう一個。いつもやってるのがこの形。食べる。で、出る。まあこんな感じ。このルート。これがユーザーファンクション2に入ってるんで、こうして、あ、違うか、最初は結局エネルギー分けなきゃいけないのか。分けた後か。待ってね。これがいらんわ。これでいいんだ。
普段やってんのは。アイドル状態に戻せないんだっけ、これ。でいいんじゃないの？アウトプット1がいらない。インプット1はいるけど、アウトプット1はいらなくて、これで完成？で、閉じると、元に戻る。で、いつもやってんのは、エネルギー比較して、まあ、こういうルートだ。これで終わるってことだ。エネルギーが少なかったら、ユーザーファンクション2に入ってった、これを実行して終わるってことだ。ですよね。なんか、スキップ押していいですか？これ終わらない、なんか。あ、それやれって言われてる。いいよ。つなげて。OK？ またなんか出てんな。結合。はい。とりあえず言われた通りやるわ。取得。火を作るのか。はい。火を作って。アウトプットに入れる。はい。じゃ戻れんのか。終わった？ちょい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 。どういうこと？ハイライト消えたな、また。ハイライト消えちゃったな。やりたいことはやれたっていう感じなんだけども。よし、スキップ。いやー、ちゃんと見たいな。でもなんか、ハイライトが消えちゃったよ。言われた通りのものを作ったぞ。で、これを何しろって？火を作るってことでしょ、今のやつ。これでいい？実行？石、石。はい。まあ、これをやればよかった。うん、まあ、そうだね。行くんだ、そこまで。そこまで行くんだ。まあ、ちょっと欠陥のあるプログラムなんであれですけど。はい。飛ばすか、しょうがない。なんだ？ローイテ、古代の子、ああ、やったよ、もう、さっき。こういうやつか、古代の。あれ、うん、待って、どういう状況これ。なんか俺が見てない間になんか事件が起きてる。しかもなんか入れ替わってんだけど、これあれが。うわー、まずいね。届かないんだな、あれな。いや、これ配置マジ難しいね。冷静なのに。飯なかったんだ。バッテリーを食わすようにしないとダメだね、これ。ちょっと待って、こっちやんないとダメだ。うわー。よし、じゃあね、ちょっとね、非常に中途半端っちゃ中途半端なんだけど、はっきり言ってやれることが多すぎて、どこから手をつけていいかわからないので、頭をリセットするためにも一旦、ロボットの数が多すぎるな。何をすればいいんだ、俺は。一瞬とこまで行こうとするね、こいつね。まあ、そんな感じなんで、冷静だけど動いてない。これ一個一個なぜ止まってるのかを見てまたいろいろやんないといけないんで、また消えちゃった。
積むかもな。この石のところに行けなくなったら積むので、ちょっとわかんないですけど、また試行錯誤しつつ。結構難しい。プログラムとか全然俺わからんしね。なわけで、ちょっと今後どうなっていくかわかりませんけども、そのマップの上とかに行けるようになるのかな。炉と焚き火とバッテリーと、あの辺のね、バラというかトゲ、この辺がその古代のあれなのかな。極寒って書いてあるから、炉じゃないと溶けないっていう感じ。なんか特定の場所でしか育たないキノコというのもあるみたいだ。石あるな。まあなんかあるんだろうね。こういう風にやると効率が良くて、その永遠とサイクルを回せますよみたいなやり方があるんだと思うんだけど、まだ俺は分かってないです。ということで、そこら辺、なんだ俺。醸造所。そんなのあんの？なんか、アルコールというか、燃料とかが作れるのか？なんだ俺。アラザス、ロボットか？あれ、なんかデザイン違くない？これ普通のでしょ？イジザ・シュンビン。アラザ・スマート。な、見た目が違うね。凍った火山とかあるよ。倉庫、赤ポが入ってて。うわー、いろいろまだ。あ、これ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 。違うデザインが。アホの子。かわいい。ちょっとなんか、力強い感じの。パワー型の、クラフトメイトですね。まあ、そんな感じで、本日はここまでにして、またちょっといろいろと試行錯誤してみましょう。それではまた。